クリ属は、うなか、クリアかに含まれる属の一つ。落葉樹。種子を食用にする。ほとんどの種は樹高20から40メートルにもなるが、ンカピン類は小型で寒木状になる。葉は、単葉で、卵型、または、トーラン系。葉の長さは10から30センチメートル、幅は4から10センチメートル。葉の縁には、間隔の広い、鋭く尖った巨種があり。 巨子と巨子の間は浅くへこんでいる。花は白っぽいお嬢化錠なし、生液の匂いとも評される特有の匂いがある。蜜源植物でもあり、独特の味があり好みが分かれるが、ミネラル分の多い蜂蜜が取れる。果実は直径5から1 1センチメートルで岩に覆われ、1個から7個の種子が入っている。花崗岩質や結晶片岩質の酸性土壌を好み、 石灰岩質などのアルカリ性土壌には生えない。北半球の温暖で湿潤な地域に広く分布している。栗の向く一枚板のテーブル栗の向くフロア栗属の木は硬く耐久性が高く、木材としては名木にはならないものの、比較的高級品の部類に入る。耐久性の高さから風雨にさらされる鉄道の枕木、同時に薄く引き剥がしやすい特性を生かし、 屋根拭き用の薄板に使われた。また、かつては重症の材料として広く用いられた。現在では産出量が激減し、テーブルやムクフロア材として使用されることが多い。無塗装の状態では、奈良のやや材質の黒っぽい感じであるが、クリア塗装すると力強い年輪が明瞭に現れるのが特徴である。漢字が西と木の組み合わせであることから、 西方浄土になぞらえて遺廃などの仏具に使用されることも多い。夜店に置ける生栗の調理風景。高温の小石により蒸し焼きにして調理する。調理器具内には攪拌するための回転バネがあり、栗の実にまんべんなく火が通るようになっている。果実は火火火が薄いため、高古遺跡においては依存しにくいが、栗材は管理栽培されて大型化していることから、 どんぐりくるみなど喧嘩類が主要な食物資源であった縄文時代から食されていたと考えられている。戦国期から近世には蒸した栗花を扁平に加工した菓子であるカちぐりが縁起物として重宝され、近世には地方名物として献上品にも用いられた。茹でたり焼いたりするのが一般的な食べ方。南ヨーロッパの森林地帯では、 栗の実を乾燥して粉にしたものを小麦粉の代用品にしていた。日本では栗を干した後について殻と渋皮を除去したカチグリが利用されていた。カチグリは名前がカチにつながるため武家の縁起物とされた。日本在来種の栗は渋皮が取れにくくカチグリにするための手間がかかるため近年では渋皮の取れやすい海外産の栗が安価なカチグリの 原料とされている。渋皮は担任が含まれており、石鹸などに用いられる。ありがとうございます。